サウンドミュージックコンサートファンの皆様、こんにちは。1月23日土曜日、日本時間の8時からケビン・タートとヤン・アマンのジェントルマン・オブ・ミュージカルコンサート、ライブストリームコンサートが行われます。こちらは特別に日本のファンの皆様のために時間を合わせたものになります。今回のコンサートはこの時のみ視聴が可能で、後からご覧いただくことはできません。ご注意ください。こちらではストリーミングコンサートチケットの購入方法をご案内いたします。まずはじめにサウンドオブミュージックコンサートトップページに行ってください。こちらから言語を日本語に変更いただけます。ストリーミングを選んでください。そうしますと、今現在ご視聴いただける、あるいはご購入いただけるコンサートがご覧いただけます。こちらからご覧になりたいコンサートを選んでください。こちらがご視聴いただけるコンサートのページになります。こちらの方ではトレーラーもご覧いただけます。またすでにコードをお持ちのお客様は、こちらに直接コードをご入力いただけますと、すぐにビデオをご覧いただけます。では、ご購入方法はこちらになります。こちらからストリーミングコンサートをご購入いただけます。まず最初に、チケットマスターの言語をドイツ語から英語に変更してください。そしてご購入されるチケットの枚数をお選びください。そしてご購入。チケットマスター新規ご購入者の方はこちらのページから情報をご入力いただけます。こちらのレジスターをページを開いていただき、E メールアドレスをご入力ください。パスワードは8桁から64桁までの一つの数字と一つの大文字を必ず入れてください。こちらにお名前を入れてください。こちらがご住所のご入力になります。こちらから国をお選びください。こちらから都道府県名をお選びください。日中有効なお電話番号をご入力ください。言語は英語のままで大丈夫です。そうしましたら、こちらの続くをクリックしてください。それではお支払いページに行きます。こちらは e チケットとなりますので、後ほどチケットマスターからメールにてコードが送られてまいります。必ずこちらをなくさないようにお気をつけください。お支払い方法がクレジットカード、PayPal、その他の方法がございますので、クレジットカードまたはペイパルをお選びください。カードナンバーをご入力ください。チケットの保険は NO をお選びください。
こちら Confirm Your Order は上の方だけクリックをして Order and Pay をクリックしてください。チケットマスターからのメールが届きましたら、そちらに記載されているコードをこちらのストリーミングの下の方にありますチケットコードベヌーティクト、こちらにご入力ください。コードをご入力後、こちらのビデオ安全をクリックされますとビデオをご覧いただけます。